はい、皆さんこんにちは、モロトフです。ファーストフュード、続きをね、やっていきましょうかね。ちょっと時間空いちゃいましたね。相変わらず皆さん一生懸命働いておりますが。お、寝ているのが2人ですね。私はどこにいるの？そういえば、私、ここかな？あ、そうだね。これが私か。ずっと寝てたということですね。で、現在は何をやっているかっていうと、これ、ウォータータブをね、作ろうとしていて、水が必要なんですよ。で、水はね、どこにあるかっていうと、こちらですね。こっから組むと。ってことは、ウォータータブを作る前に、この桟橋を作る必要があるんですね。石と、丸太と板ですね。これで桟橋が作れるぞということですね。桟橋を作るために当然大工が必要だということで、大工の設定があるかをちゃんと見ていきましょうか。うん。プライオリティ低いね。だから、これを大工にして、例えばこれを職人にしとこうかな。そうすれば少なくとも一人は行くんでしょうね。武器なんかはちゃんと作られてんのかな。前回確か、敵が来てみんなで棍棒でぶっ倒したっていうのがあったけど、ってことは棍棒だけなのかな、我々作れるの。そうですね。棍棒だけのレシピなのか、ここも覚えていかなきゃいけないな。覚えていくとなると、今度は、これですね、研究ポイント。これが重要になってくると。前回ゲットしたのはこの水でしょ？そして、あと石だよね。うん。このストーンプロセッシングによって、石のね、ブロックが作れるようになったから、いよいよね、我々は野宿から解放されていくんだろうな。そうか、そうか。なんかいっぱい作んなきゃいけないな。改めてビルディングで、未だ作ってないの、これなんだよな。採石場。これを横に作っとこうか。そんな感じが良さそうだな。どっちがいいんだ？こうか。じゃあすぐ隣に作ろう。これもでも結局石が10個必要だし、これはあれでしたっけ？布？皮かな？ 20 個だし、板が25個ということで、いろんなものがね、必要ですということで、皆さん頑張ってコツ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 やってほしいんだけど、この私のこの体力の見方がいまいちわかんないけど、こう透かしてみると満腹度がちょっと減ってるね。40ぐらい減っていて、スタミナは30ぐらい減ってるか。体力は満杯だな。ってことは食事を軽くしておこうか。ない。食器類しかない。あった。これ少しもらおうかな。これじゃない。これかな。3つぐらいもらって、これは戻そうか。よいしょと。ね。で、これで離れて、これを食べると。1個食べたぞ。これで満腹度が、上がりましたね。多分スタミナはね、寝ないとダメなんだよね。よしよし。頑張って頑張って。なんかみんな忙しそうなんだよな。で、一人暇なんだよな。この人誰？この人はオリバーですね。オリバーが暇してますということで、見てみようか。オリバー、いないな。一番下にいた。あ、荷物係ね。じゃあ、これは大工兼荷物係にしとこうか。多分一人ぐらいは荷物係入れといた方がいいと思うんだよな。よしよしよし。いいね。気が利くね。これによってチェストができましたということで、ロースペースなチェストは、解決していくでしょう。とはいえ、既存のチェストもそんないっぱい入ってない？いや、入ってるね。ああ、そうなんだ。結構いっぱい入ってるんだ。よしよしよし。ここでね、一元管理できるといいんだけど、いまいちここに出てくる表示がどこに当たるのかっていうのはわかんないんだよね。ここにはストーンアックスが3つでしょ？で、こっちはストーンアックスはないよね。うん。ストーンアックスが4つ目か。そうかそうか。だけど、こう不思議なんだよね。棍棒がここに表示されてないとか。うん。まあ、しょうがないかな。基本的に何か足りなかったら訴えてくるだろうから大丈夫だと思うんだよね。彼がまたオリバーですね。オリバーが何もできてないと。じゃあ、大工が、お、でもオリバー動いてるな。大工が難しいんだったら、そうだな、職人にしとこうか。ね。うん。ひょっとしたら、丸太が不足してない？案外結構ボトルネックになってるのが丸太かもしれない。そうだね。オリバー、ごめん。オリバーは、木こりだ。木こってもらって、大工がいいかな。多分ね、今、木こりがいないんだよね。うん。いないね。で、武器職人。き氷の、職人にしとこうか。こんな感じでいこう。きこりガンガン必要ですね。なんなら私もきこりたいけど。これを取って、これを装備すればいいんだよね。これを装備して、あ、てか、これか。Q ボタンで、これできこりだ。よいしょ。よいしょ。多分これでね、私の手元っていうか、足元に落ちるんだよね。地味。よいしょ。よし、持てた。持っててくれた。ありがとう。よいしょ。スタミナがすぐなくなっちゃいます。少し休めばまたできるんで、コツコツコツと。いずれね、ここの木もね、枯渇するんで、周辺のね、木をまた探しに行かなきゃいけないと思うんだけど。これなんだ？あ、農民が一人ね、新しい性格をゲットしたって書いたらね、ここら辺なのかな？まあ、成長してってのかな？マイナスじゃなきゃいいね。よし、取った取った。これで、木はいっぱいあると思うんだ。で、入れましょう。ね。さあ、大工、ちゃんと機能してくれた。お、やった！やりました！おー、いつまにかサクサクっと作ってくれたね。これで水を、ね、取ってくれんじゃないかな。よし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 。あ、これね。これを設定しなきゃいけないよね。そうだな。ね。10個ぐらい設定しとこう。簡単でしょ？水取るぐらい。お願いします。誰か来るかな？資源不足が起きていますって言ってるな。わあ、来た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 。よーし、水取ってくれてるぞ。よーし、取ってくれた。資源不足は何なんだ？資源不足って。ハンマーがやっぱりないんだ。ハンマーがないということを言ってますね。ハンマー、ハンマー。ハンマー、これですね。じゃあ、プライオリティを上に上げていきましょう。ストーンハンマー。おいしょ。やった。ようやく作れましたね。これがバスタブですね。バスタブによって、今度はすごいね、このサプライチェーン。革ができるし、ファイバーができるし、あとは毛糸ですね。毛糸ができるし、ロープができると言ってますね。だから一通りここら辺もサクサクサクっとね、ある一定の数は作っとかなきゃいけないよということですね。じゃあ、それぞれ全体的に10個ぐらい作りましょう。そうしないと何もね、始まらないと思うんで。よいしょ。よいしょ。で、ロープ。多分ロープめちゃめちゃなんか使えそうだな。20個ぐらい作っとこうか。よし、できた。で、職業を改めてチェックして、武器職人はごめん、いらない。多分職人だな。よし。ほいほいほい。そして、研究はまだまだ進んでますね。他の研究はできないけど、採石場どうなった？採石場もできたね。やってた。採石場ではどんなことができるんだろうか。多分、こっちよりも、こっちの方が効率いいよっていうことだと思うんだよね。だから、こっちはひょっとしたらこれ、壊してもいいかもしれない。その場合は、破壊ですね。これを破壊と。これによってね、素材が一部戻ってきますね。おっと、変わり者の老人が来ましたと書いてあるね。近くの村で見知らぬ老人に出くわしたと。彼は4つの箱を荷馬車で運んでいたが、とても辛そうに見えたために、君は元気づけようと彼を励ました。それを見た彼は箱の一つを君にくれたということで、どれがいいですかということですね。中身がわかるようだね。1000ゴールドを得る。あ、これすごいいいじゃん。重厚な木箱。10個のグレープの種をゲットするか。あとは、10個のステーキいらないね。研究ポイント欲しいね。ストーンプロセッシングの、研究値が55ポイントですね。あと検討する。今回はゴールドがいいですね。やった。こういう定期的なランダムな、ことが発生するんだ。やったね、やったね。よしよし。では、ここで我々がやりたいことは、ここでは石細工が作れるね、テーブルですね。これで多分ストーンブロックが作れるようになるんじゃないかな。これめちゃめちゃ重要ですね。よいしょっと。あと今分かったけど、作業台の隣に常に、チェストを置いとくと、こうできたものがそのまま自動でこっちに入るんだね。それができることが今分かったぞ。なかなか奥が深いな。さあ、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。これができたらば、ストーンブロックを完成させていきたいですね。ちょっと早送りしていきましょうか。ガンガンいこう。ほい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 。はい、できた。そしたらば、レシピを開いて。はい、ありますね。ストーンブロック。これめちゃめちゃ必要だと思います。多分40個ぐらい軽く必要だと思う。40個設定しましょう。そしたらば、一部屋ぐらいは余裕で、作れると思いますね。やった。ストーンブロックはね、次回いろいろ設置していきましょう。あとは研究ポイントが溜まったんで、さらにいけますね。食べ物でない植物を植えることができますね。これは基本的に様々なね、原材料になり得るやつ。そして、羊。羊を飼うことができるって、これやりましょう。そしてさらに、ウドゥンハウス。木のハウスが作れるようになるんで、これもやっときましょう。いいねいいね。だんだんね、近代化してきましたね。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。続きが見たいという方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。それでは。